高さ15メーター、僕たちの気温に襲った津波の高さであります。15メーターの津波が来たら千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、一体どうなるんだろうか、皆さん考えているだろうか。日本の壊滅だろうと思います。あの大震災、震度7、マグニチュード9、とんでもない地震の破壊力で僕らの町や地方は壊れました。道路が壊れ、建物が崩れ、思い返していただきたいと思います。阪神・淡路大震災から20年でございます。東京が、東海地方が阪神・淡路大震災のあの神戸のような姿に僕はなるんだろうと思います。東京オリンピックまであともうしばらく時間があります。しかし東京オリンピックの頃、関東大震災からおよそ100年でございます。そろそろ東京・東海地方が危なくなっていることは間違いないだろうと思います。考えてください。千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、15メーターの津波が来たらみんなおしまいだろう。それを考えずに、それを 3.11 を今大勢の人は忘れようとしていると僕は思います。そんな話はもう聞きたくない。だから僕はこの渋谷で延々と毎月毎月演説を続けております。忘れてはなりません。 3.11 は終わっていません。 3.11 は再び、この次は皆さんの番だろう。この次はこの東京や東海地方の番だろうと思います。富士山だって黙っていないかもしれません。そういう中で何らの地震の備え、ちゃんと行われているでしょうか。東京オリンピック、俺たちには関係ない。福島県双葉地方の原発の避難民にとって東京オリンピックなんか関係ないんだ。勝手にやればいい。俺たち関係ない。どうせ東京オリンピック準備のために俺たち避難民は捨てられるだろう。仮設住宅で、仮役住宅で人生の終末を送る大勢の避難民が今心も体も崩れそうになっている状態を皆さんは知っているでしょうか。東京オリンピック関係ない。勝手にやってください。お祭り騒ぎね、勝手にやればいい。俺たち避難民にはオリンピックなんか全然関係ない。どうせ双葉地方は捨てられるだろうし、除染なんかしたって意味がない。除染なんかしたって虚しい。金の無駄遣い。避難民がまともな財務保障も受けられず、もう捨てられる状態であることは間違いありません。国策の原発に協力をした福島県双葉地方が今原発の大事故によってみんな捨てられようとしております。間違いありません。東京電力や国は避難民に対する賠償をなるべくしたくない、払いたくない。だから避難民は生活の再建や再スタートができない状態の中で仮設住宅でくたばってしまうんだ。オリンピックなんか俺たちに関係ない。勝手にやってください。でも皆さん、東京オリンピックまでに僕は次なる 3.11、 首都圏関東の大震災、東海地方の大津波、もう備えなければいけません。一緒に考えていただきたいと思います。オリンピックのお祭り騒ぎ、勝手にやればいいと僕は思います。どうせ僕たち避難民はこのオリンピックのお祭り騒ぎの中で捨てられることは間違いありません。だって福島県の双葉地方に何ら生産的な農業や林業や漁業の再開の見通しなんかないんですから。漁船なんかだって虚しいんだ。金の無駄遣い。あの石原環境大臣は避難民に対してひどい発言をしました。金で。でも石原さんは実に正直な人だったと思います。大事なことです。僕たちはまともな財産保障がどうしてもおらなければなりません。でも国はなるべく払いたくない。石原さんの言っている金根とは最低限レベルの金根の線を言ったんだと思います。
そして僕たちは仮設や避難所や全国に散らばりながら、町が崩れ家にも帰れず未来を失い崩れようとしております。避難民が自滅する姿があちらこちらに始まるだろうと思います。僕たちは40年間以上にわたり皆さんのために一生懸命電気を送ってきました。火力発電所、原発10基、ほとんどがこの東京関東首都圏のために、その電気のためです。今日だってこの渋谷の夕方のあたりは福島県の火力発電所の電気じゃありませんか。福島県の火力発電の電気がなければ渋谷だってもう計画停電間違いありません。福島県を蹴飛ばし、福島県の差別の上に何気ない皆さんのこの渋谷の夕方の光景を僕は問題にしたい。一緒に考えてほしい。一緒に考えよう。安倍さんの言いなり、安倍のコントロール、安倍のオリンピック、安倍のアンダーコントロール、こういうものに対し私たちは言いなりでもなく流されるのでもなく、考える人間として3.11 の後の日本の未来の姿を一緒に考えよう。福島県佐賀県浪江町、僕らの町は絶望しかありません。おしまいです。町に戻る意味なんかない。そういう中で町が崩れる、そういう意味を皆さん方はどういう意味だか分かるか考えてください。もしあなたの家がこの大震災に巻き込まれ、原発放射能に巻き込まれ逃げる立場になったら、皆さんは一体どう考えるだろうか。見たくない、聞きたくない、考えたくない、もちろん行動したくない、そうではないと思います。安倍さんの言っている原発再稼働の話は、再び福島原発事故の二の舞を2回3回と起こす道につながるだろう。地震で壊れる原発、津波で爆発をする、そんな原発をもう安全とは言えない。でもその原発を全世界に売りつけ、日本の経済成長を安倍さんは一生懸命そのことだけをやっております。僕らの町はもう除染なんかしたって虚しいんです。二度と米は作らないだろう。野菜も植えるものなんか作らないだろう。大垣ダムの水はひどく汚染をされ、そんな水をパイプラインに引っ張って米作りなんかそもそも成り立ちません。浪江町2万2000人の町でした。3分の1の人はもう他県の避難民となりました。みんな地味です。福島県内に広範囲に散らばって、もう町の元の姿なんかありようはない。絆、復興、再生、全部一足さい。僕らは潰されようとしている。仮設住宅で、借り上げ住宅で全国に散らばりながら、家族の絆も断たれ、やがて潰れていくだろうと思います。東京電力、国の本心を分かっております。避難民に対するライフスマイルでは総額なるべくしたくない。いろんな話は出ているけれど、具体的にいい意味動かないまま、やがて東京オリンピックの準備モードに入ろうとしております。除染などやっております。でも大熊町、双葉町の予定されている処分場は相当難航するだろうと思います。そうすれば放射能をかき集め、袋に詰め、縦断済みの古墳を作って持っていく場所がないんです。やがてその袋の寿命は3年として、やがて劣化をして破れるでしょう。バカみたいな話です。女性って何だろう、虚しい。そういうふうに私は受け止めております。僕の牧場には今なお300頭を超える牛が今日も餌をやりながら、僕はこの渋谷の夕方の演説にやってまいりました。国は全部この自爆した牛たちは殺処分しろ、全部殺して片付けろ、そういう無謀扱いを書いておりません。
警戒区域だったところの犬猫ペットのレスキューは国は認めました。でも家畜については、牛については全部殺して片付けるように、それが今なお変わらない国の方針です。私たちは絶対に農水省や国の言いなりにはなりません。今なお10軒の仲間農家が頑張っております。今なお650頭から700頭の牛たちが原発の事故のすぐ間近で僕たちが手を抜けながら生かしております。この牛たちは今放射能の影響がはっきりと表れてきております。私は先立って20日の日、農水省の玄関口前に、放射能の影響をパッと現れた黒毛和牛、真っ黒な体に白い斑点模様がいっぱい出た牛を連れて行きました。そして農水省に放射能の被曝の影響間違いなし、ちゃんと国の責任でこの因果関係を調べるように繰り返しまた申し入れをしてまいりました。農水省の方も被曝の影響を含めてやっぱり調べる、こういう返事をしておりましたが、なるべく原発事故との因果関係を国は認めようとしません。今福島県内の放射能の子どもたちの影響、甲状腺異変の調査が進められておりますが、原発事故との因果関係を県立医大、そして国は認めようとしません。原発事故と福島の子どもたちのこの甲状腺の異常は関係がない、そういうことで無視する姿勢でございます。皆さん、国の言っている因果関係を認めない、そんな話に僕たちは福島の被災地の人間として騙されるわけにいかないと思います。これからもこの放射能の影響、この警戒区域であったところで牛についてどう現れるのかを遺伝的な影響を含め、しっかりと粘り強く調べていく生きた証人として生かしていきたいと思います。この牛たちは国によって殺処分の扱いを受けておりますが、絶対に僕たちは言うことを聞きません。もう僕たちは国のコントロールなんか受けません。牛飼い農家だからこそ言ってることはしません。でも皆さん、大勢の酪農家、畜産農家の人、ほとんどの人は牛を置き去りにし見捨てました。津波の現場だってレスキューもせずに逃げたじゃありませんか。犬猫ペットだって置き去り、こういう風にしてたくさんの命が 3.11 の中で大勢の人や動物の命が失われました。そして私は考えることは、やはり命の問題を本当に大事に考えよう、こういう風に考え、皆さんが逃げているときに牛たちに餌を送りながら、この牛たちを生かす意味をずっと考えてまいりました。国が殺せという牛たちを生かすことは、国に対する相当強烈な抗議の姿勢であります。国への抵抗であります。安倍さんの言っていることなんかに、もう僕らは言うことなんか聞かないと、こういう意義をこれからも示していきたいと思います。この際、社会に対し、世の中に対し、正しい意地とは何か問いたいと思います。僕らは意地悪はしておりません。この際、正しい意地とは何か、それを問題にしたいと思います。僕たちはバカじゃない、いろいろ考えながら、本当に苦しみながら、放射能の環境の中に逃げることはしなかった。そしてこの300頭の牛たちと共に運命を共にする、最後の寿命を尽きるまで牛たちの世話を続けていきたいというふうに考えております。福島県双葉郡浪江町、僕らの町はもう